手のひらを枕にしていろんなこと浮かべては考えたりしてみてるけれど、こんな日はそろそろにみんな泣け出して、君宛てに送るつもりだった。手紙を読み返してます。見上げた青い空には雲一つ見当たらないけど、ああ何か物足りないような気がするんだ。背景愛しい君へと書いた手紙がなぜこんなにも胸を締め付けるのでしょう。どんなに時が遠くに離れても、いつかきっとどこかでまた会えるよね。手拍子ありがとうございます。ありがとうございます。エイトズでした。